だいぶ外観はリニューアルしているんですが、非常に歴史を感じるこちらの建物は南海の難波駅です。でこちらにはですね、丸井があったりだとか、まあ、少し、まあ、今車がね上の方しか映してないですけど、これは御堂筋です。まあ、今も一方通行でねたくさんの車が行き交っているんですが、今ちょうど難波から千日前方向に歩いています。でそしてこの左側の今ねみずほ銀行があるこの上の隣のビル、ここに日の丸も掲げられていますが、こちらが歌舞伎座です。もう新しくなってだいぶ経つんですがね、僕が大阪を離れる時には工事中でした。でその前はねここで、まあ、先日芸能活動というか歌手活動を一時休止された氷川きよしさんがまだ若かりし頃にですね、公演を行ったりすることが多々ありまして、ここの建物の前にはまあ割とお年を召された女性の方の長蛇の列がねよくできておりました。で歌舞伎座の今正面から千日前の方向を映しているんですが、ちょうど上に阪神高速が通ってます。その下が千日前なんですね。その地下に近鉄の大阪難波駅、まあ、阪神電車も乗り入れております。それから地下鉄千日前線、御堂筋線などの難波駅もそちらにございます。ちょうど千日前とこの御堂筋の交差する部分の真下あたりにございます。歌舞伎座の前には、日本の道百選ということで、このような記念碑みたいなものも建てられています。これもちょっとね知りませんでしたがね。まあ、今回の動画では久しぶりに乗り換え検証ということで、まあ、難波といえば、南海、近鉄、それから阪神難波線、そして地下鉄大阪メトロの駅があるんですが、ポツンと離れたところに JR 難波という駅があります。まあ、JR 関西本線、通称大和路線の始発駅なんですが、まあ、難波と名前がつくもののまあ、あまりイメージがよろしくないと、偏僻なところにあるというね声が非常に多く聞かれます。もう本当にねどんなところに JR 難波があるのかということを、まあ、この動画でお伝えできればなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、本来地下にちゃっちゃと行ける通路があるんですが、まあ、地下の通路で行っても、まあ、どういうところにその場所があるのか伝わらないと思いますので、今回は少し時間はかかりますが、地上を歩いて JR 難波までこの歌舞伎座の前から行ってみますので、よろしくお願いいたします。ではスタートします。南海難波からこの歌舞伎座があって、千日前の方向に向けて歩いていきます。ちょうどこの右側の方がなんていうんですかね、まあ大阪南のメインストリートというか恵比寿橋があったりだとか、その先には心斎橋があったりとか、非常に賑やかなそういう場所です。その JR 難波はですね、その賑やかな場所とは真逆の方向にあります。東京の方ですとよくですね、JR 難波のことを新宿と西武新宿の違いみたいなことをおっしゃる方がいらっしゃるんですが、もうそんなもんじゃありません。ただ西武新宿は歌舞伎町にあるので、非常に賑やかな場所の端にあるので、まあ、さほど寂しさというか哀愁は漂わないんですが、まあ、JR 難波の場合はかなりね、難波と名前をつけていいのかどうかという、まあ、そういう雰囲気なんです。で、難波の交差点、千日前と御堂筋が交わる交差点をこれ左に行きます。でちょうどですね、この角に難波駅と看板出てますが、近鉄と阪神大阪メトロのマークが出ております。大阪メトロは難波駅、阪神と近鉄は大阪難波駅というのが正式名称になっています。でここがですね、近鉄の難波ビルです。こんな感じでここから火の鳥とかも発着します。
でまだここら辺は賑やかなのでいいんですけど、これを左に行きます。地下の通路というのもこの千日前の真下、地下街の名前はナンバーオークという名称が付けられていて、大阪というか日本の中でもこのナンバーオークかなり古い部類の地下街になっています。難波からね、右に行くとさっきの千日難波の交差点右に行くと賑やかなところに行くんですが、左に曲がるとね、ちょっとあまりこの雰囲気がいいとは言えないそういうところに入っていきます。なので初めての方がねここら辺あまりうろうろされない方がよろしいのかなと、ここら辺はまだいいんですけど、その高速のガードがありますよね。で今から道を渡るんですが、高速道路のガードがある、信号を越えて、そのこっち側に行くとねちょっとダークな感じがする場所がありますんでお気をつけください。こういうことです。あと難波中という場所になるんですけど、東京の上野がパチンコ村と言われるように、関西のパチンコ村もこの周辺なんです。パチンコ村というのはパチンコ屋さんが集まっているような地域ではなくって、メーカーさんの支店ですとか支社とかショールームがねこの一帯多くありますんで、僕も当時パチンコ業界に、いた時はこの難波のこの付近というのはもうしょっちゅう通ってました。新台の発表会とかね、あと僕マニアだったので、メーカーのグッズとかそういうものをね、あさりによくこの付近に来ておりました。それはいいとして、この先にですね四つ橋というまた広い通りがあります。御堂筋が梅田から難波までの方向の一方通行なんですが、逆に四つ橋という道はですね、この難波の方角から梅田の方に向かうそういう一方通行です。なので別に御堂筋がね一方通行でもそんなに不便しないんですよ。実際大阪を離れてここら辺に来るというのは本当に久々なんですね。梅田周辺というのは大きく変貌を遂げているのに対して、難波というのはこの付近あまり変わっておりません。関空が開港する前にですね、オーキャットというものができたりだとか、いろいろそういう絡みで新しい建物が増えたんですけども、おそらく1990年代の半ば以降というのはあまり変わっていなさそうなそういう感じですね。少なくとも2000年代の半ば以降からこの付近というのはあんまり変わってないんじゃないかな。なんやかんやゆっくり歩いてるんですが、さっきの歌舞伎座の前から6分かかかっています。そこはなんか大阪エアーなんちゃらかんちゃら、オーキャットじゃねえや、また字幕につけておきます。で JR 難波はもうすぐなんです。もう少しすると JR 難波に着きますのでもう少々お待ちください。西武新宿と新宿が離れているとはいえ、普通に歩いて、5分ぐらい
普通に歩けばそれぐらいで行けるんですけどね、 JR 難波と他の難波の駅かなり距離離れてるのも注意が必要です。信号変わったので歩き始めてるんですが、さっきの難波パークスの中でねお仕事をしている時に、このね近くに缶詰バーというのがあって、まあ、先輩に連れられてたまに飲みに行った覚えがございます。やっぱりちょっと記憶がね飛んでまして、このビルの中だったのかなと、まだ先だったのか、まだ先のようです。JR のハイウェイバスとか、まあ、他の高速バスとかに乗ると、まあ、JR ナンバーを発着するような、JR ナンバーをこの始発終着となるようなバスがあるんですが、まあ、そこをナンバーだと思って、JR ナンバーまでバス乗っちゃうと結構ナンバーの本ちゃん部分まで歩くことになりますので、むしろ JR の大阪駅のバスターミナルで降りて御堂筋線に乗った方が、まあ、早いかもしれないです、まあ、早いというか面倒じゃないというかね。あ、この裏だったんだ。ということで着きました、まあ、10分までには着きます。こうかオーキャット大阪シティエアターミナルの略でして、バスターミナルと、このようにバスターミナルと JR 難波駅、 JR 難波駅は向こうの、ね、地下に降りる階段から行けるようになっています。さっきの南海や近鉄などの集まる千日前界隈の難波の駅と違って、例えば今ちょうど人いませんのでね、こんな感じで駅前の広場にはほとんど人がいらっしゃいません。こういうところなんです。もともとはですね、この場所港町という駅でして、まあ、町名も港町なんです。なので、まあ、JR 難波、難波を名乗ることについて未だに異議を唱えられる方がいらっしゃったりするんですが、まあ、確かにね、普通の難波と JR 難波かなり場所が違いますので、もし JR 難波から近鉄に乗り換える、南海に乗り換える、その逆とかありましたらですね、どうぞご注意をなさってください。ということで乗り換え検証は今回は南海近鉄大阪メトロの難波または大阪難波駅と、まあ、JR の JR 難波駅の間をご紹介いたしました。最後のお願いシリーズなんですが、そうですね、JR 難波が昔地上駅で港町という駅名だったんですが、その当時のことをご存知の方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。結構少ないと思うんですけどね、もうそれぐらいになると。僕も港町の時はあまりよく覚えておりません。ということでご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。来週もよろしくね。